もう入ってきましたよ、音声が。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あれ、なんか、リオちゃんの声じゃない。リオちゃんどうしたんですか、今日は。あ、聞こえ声のある顔、声。リオちゃんはどこ行ったんですか。僕の目の前、空っぽですけど。そうですね、本当、水内さんのこの回、楽しみにしてたんですけども、はい、ちょっと体調不良で、あら、あ、もう名前出しちゃいました。あら、今、紹介してないのに。リオです。全然違う。ブサイクですそうなんです。まあ、私から自己紹介させてもらいます。川越でイタリアンカフェ、ブライトカフェやってる、エビタツダスポン。ありがとうございます。さすが。そうなんですよ。今日は、はい、リオちゃんが体調不良で、なんと、来ましたよ。代わりに僕が。はい。はい、来ました。最多出場。あ、そうですか。はい。何回やってるんですか、これ。もうこれは200弱ぐらいいってるのかな。4年目ぐらいですもんね。はい、そうです。コロナ前ですもんね。はい。9回目です。あら。素晴らしい。はい、紹介させていただきたいと思います。はい、サッカーで。大活躍してないけど、してますよ。いえいえ、まあ浦和レッズ応援番組 GGR のキャスターを務める水内健さんです。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそこのタイミングで来てくれました。ああ、まあちょうどね、暇だったんで。いや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 。いつも暇です。いつも暇ですけど。じゃなくて、僕は今言ったのは、はい、この浦和レッズという、はい、この今いろいろ難しい状況の中での、そうですね、出演がもう。うん、ちょっといいタイミングかなと。僕は、あ、ちょうどよかったですね。ちょうどよかったです、残留もまだ決めてない。決めてない、はい、あとまだ5試合ぐらいあるんですか。そうかな、6試合。6試合、うん、ちょっと簡単な、まあ、適当なことは言えないですけど。そうですね、まあ、マリノスとね、これ放送する時はマリノスと終わってますよね、30日はね。そうですね、終わってます、5試合。その代わりフロンターレの前半終了含めての 5.5 試合。はい、いや 4.5 ですね。あ、そういうこと。 4.5 っす。あ、そう。はい、あります、あります。いや、本当にありがとうございます。どういたしまして、お疲れ様でした。いやいやいや、まだこれからです。はい、水内さんとは月1でフットサルとか会ってるんで、はい、最近来ないじゃないですか。いや、最近ここ2回ぐらい行ったんですよ。ああ、そうか。で、水内さんが来て、そうなんです。そうですね。で、そういうのもあって、まあちょこちょこ顔を合わせてもらってるんですけども、うん、ここに来てもらうのは多分半年ぶりぐらい。4月とかですね。ね、シーズン始まってからでしたね。そうですね、はい、西野勤がどうするんだっていう時ですよね。そうですね、ああいうちょっと時期の時に、はい、水さんの予想をちょっと憶測でこう物を言いましたが、物を言ったんですけども、ほぼ当たってましたね。ほぼ当たってました、はい、あれ本当憶測だったんですか。本当です、本当です。素晴らしいですね、うん、ただ、まあ、本人とも話してましたけど、本人はでも去年のシーズンいっぱいで辞めるつもりだったと。はいはいはい、うん、だけど松下さんがね、その上司が先に辞めてしまったんで、うん、まあ、半年間やらざるを得なかったって言ったら変だけど、まあ、契約を延長してっていう話で、半年辞めますねっていう話でやってたんですね、はい、っていう話をこの前ね、続きと話したら、続きが、いやいや違いますよ、え、もっとちゃんと契約しましたよ西野さんっていう続き情報もあり、でも俺は本人から聞いてるんですよ。あ、なるほどね。ちょっとよくわからない。あ、なるほど。 OB の中でもそれはちょっとやっぱ闇の中、そうですね、そうですね、はい。でもほぼほぼ当たってましたね。そうですね、西野さんのやることはほぼほぼ当たってましたね。当たってましたね。まあ、気になる方はぜひ YouTube でも残ってるんで、 そうですね、それをアーカイブで見てもらえれば、はい、水内さんの大予想が当たってたっていう。そうですね、実はあれ3回こうやるだったんですけど、はい、1本2本やって、3本目は出すのやめようってなってまたそういうことを言う。で、西野さんが撮り直そうって言って、マジっすか、はい、うん、で撮り直したんですよ、はい、で1本出して、はい、でもう1本はちょっと待ってねっていう。いや、なるほど。なんで今もう本当止まってます。なるほど、まあ、業界ならではの話ですかね。そうですね、いやー嬉しいですね、本当そういう話もあって、はい、半年ぶりぐらいに来てもらいましたよ。長い夏が終わって、終わってまだ半袖ですけど、本当暑い夏が終わってね、今日はちょっと涼しいっすね。そうですね、まあ、過ごしやすい、はい、半袖ですけど、はい、お互いお互いそうなんです、うん、残り、まあ、先ほども紹介したんですけど、うん、4.5 試合、4.5 試合か、はい、10月30日水曜日マリノス、はい、11月10日広島、はい、で相手11月30日、はいはい、福岡、そうか、で最終が12月8日新潟、うん、で川崎フロンターレ戦が前半だけやって、はい、でそれがまだ日程が未定。あ、11月22日です。あ、この間ですね。はい。あ、これ決まりですね。決まりです。ぜひ皆さんいらしてください。
半分だけ見に1対0で勝ってます浦和レッズ。え、これどういう設定になるんですか、半分だけっていうのは。一応はその時のメンバーがふさわしいんですけど、でもそうもいかないじゃないですか。はい、そうですね、うん、なのでそこはまあ多分お互いの話し合いでなってくると思うんですけど、はい、基本的にはその前半終わった時のメンバーベンチ、はい、で交代もその中からやるっていう感じだと思います。なるほど。でもまあ多分それが全く一緒っていうわけには多分難しいと思うんで、はい、すぐの試合じゃないから、だまあでも半分90分いや45分だけをガチガチでやるってなったらめちゃめちゃ面白くないですか。すごいっすね。いや今言われて、うん、確かに45分だけってなったら45分1本したら結構飛ばしやりますよ。飛ばしますね。で交代も前半でしてなければ後半5人交代できるから、はい、別に本当20分だけ出た、そのルールですか。そうだと思うよ、20分だけ出た選手が別に交代してそこに誰か入れてもいいし、わざわざ全員45分やらなくてもいいから。なるほど。多分ね。でそう、埼玉スタジアム、金曜日なんですけど、はい、まあ、確か7時ですね。逆に暑いっすね。そう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 。でまあちょっと状況的にね、まあ、残留は決まっててほしいけど、まあそうですねまあただの消化試合じゃなくね、はい、そこ勝ってる試合ですから、はい、勝ち点3取るために、そうですね、もうガチガチにもう後半守りましょうよのっけピースって聞いたらもうそれほどつまんないし、45分守るのは得意だろみたいないやでもそうですね、もしかしたらお互いハイプレスハイプレスで来るかもしれないし、とりあえず行かないですね。行かないですよね。今のサッカーだったら行かないかもしれないですけど、逆にフロンターレからすればもうどんどんだって負けてますからね、ゼロ1で攻撃してくると思うんで、まあ、ある意味面白い試合になるのかなと。確かに、うん、なかなかないですからね。ないですね。これで前半と後半をこの V を一本にしたら、まさかの監督が変わってるっていう、そう、ね、1個の部になりますもんね、はい、前代ちょうどねフロンターレと前半終わって、その後解任だったんで、はい、そうなんです。でもあの試合良かったんでね。そうなんですよね。だからすごい思い切った。そうですね。でその前の鹿島とアウェーで試合があったんですけど、そこはまあ引き分けだったんですね、うん、でその試合も全然悪くなかったし、悪くないですね、まあ、鹿島は怖かった、うん、けどよくまあ耐えたし、そうですね、内容的にも決して悪くなかったしっていうところだったんだけど、もしそこ負けてれば多分そこがリミットだったみたいですね、うん、そうですか。まあちょっと今、前の監督のヘグモさん の、はい、あの監督が変わったっていう話が出たんですけども、そこにもちょっと水口さんに聞きたいことがあります、はい、うん、でその前に直近の10月23日に行われた鹿島戦、はい、はいはい、レイソル戦、はい、まあこの時は16位、うん、で降格圏内に、そうですね、降格圏内にはなってないけどね、なってないけど、はい、やばいぞと、そう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 、これ負けたら入っていくぞと、うん、鹿島ともねそこを争ってたんで、まあ負けてしまうと鹿島にも抜かれてしまうっていう状況だったんでね。そこの試合をなんとか 1-0 で勝ちました。はい、勝ち方も、まあ、ギリギリ最後の最後あんなハンド、うん、まあ PK でね、もしかしたら後で振り返るとこの1点でこの1勝がっていう風になるかもしれないですよね。そうなんですよ。で PK になった時にこの PK、まあ、笹井とね、笹井千織っていう、うん、はい、まあ、一緒の番組のアシスタントのことを話してて、はい、これでもし外したらあん時チアゴ・サンタナが決めてればなっていう得失点差とか勝ち点1とか、まあ、今それだね 0-0 だったから0か1か3だったわけじゃないですか、はい、で3取れてればっていう試合になるんだよねって言ってて決めたんでよかったです。本当ですよ本当。でもねそれをね結構その後記者の人たちとも話して、うん、みんな同じこと思ってましたね。あ、やっぱそうですよね。あの、まあ、勝ち点3もそうだけどあの1点っていうのが響くかもねなんつって、まああまり滅多にないですけども結構やっぱ全員喜んでましたね。そのもちろんこの試合の多分意味が、うん、そこには選手も全サポーターも含めて、まあ、その前のベルディ戦があまり良くなかったですし、うん、まあ、先制して逆転されてっていうところもあったし、あとはなんかこうねサポーターの方たちが原口と西川と話をしたりっていうところもあっての試合だったんでね、うん、やっぱりその気持ちって部分はやっぱ出さなきゃいけなかったところだったと思うんですよね。まあ本当それが上回って最後の1点取れたのかなっていう気はしますよね、うん、そうかな、そう思いたい、うん、ですね、うん、そうだったそうだったっていう、ね、うん、でもねやっぱよく走りましたよ、うん、あの選手たちも 0-0 で柏はどっかで引き分けてもいいかなっていう態度が見れたんですよ選手たちに、うんうん、だけど浦和の選手たちは、まあ、勝ちに行くっ
点を取りに行くんだっていうところでも最後まで本当に渡辺龍馬もそうだけど、うん、石原もそうだけどサイドの選手も本当に長い距離走って、ね、前に行くぞっていうようなのが見れたんで、そういう意味では本当にみんな頑張った分のご褒美がああいう形で出たのかなって思います ねかもしれない、そうと思います。でその結果を受けて、まあ、12位に現在、うん、まあ、上がりました。それだけ混戦ってことですね。そうです、 ね、それだけ混戦、一気に1勝者だけ4つ3つ順位が上がると、うん、柏も来なかったですね前から。うん、もうなんかちょっとこう、ね、細谷あたりはもっと前から来るかなってなったんだけど、うん、柏もどちらかというとちょっとディフェンシブなところから入っていって、うん、でもそれでもマテウス・サビオっていうやっぱりね、いや強力な選手がいるんで、うん、やっぱ彼の方からの突破、まあ、左サイドですね柏の、あとはその細谷とかのプレスがどうかっていうところで、まあ、どっちかというとカウンター狙いなお互いね、うんうん、そういう意味では、うん、そこまで怖くはなかったかなっていう。でもマテス・サビオはいい選手だね。あれ浦和レッズ欲しいんじゃないですか。いやもう今すぐにでも取りに行ってほしいですね。もう本当見てて、あ、こういう選手が今浦和レッズにいたら、うん、もう少し面白いな。そうです、多分まあ来シーズン必ずどっか行くでしょう。まあそうでしょうね。ちょっと契約の問題で分からないですけど、はい、まあ、柏からすれば当然話したくない選手だと思うんですけど、うん、まあちょっとお金があるチームが、ね、取りに行くと思いますよ、うん、ってなったらまた話は違いますよね、はい。まあ、細谷選手もねやっぱ怖い。いやいや、細谷とかも絶対取り行った方がいいのにな、まあ、多分彼は海外行きたいと思うんですよと思います、うん、でも僕はもう去年ぐらいからフロントあるじゃない、あのレッツのフロントに言ってたのは、あの嘘でもいいから細谷取りってるとか言いなよ、いや噂流そうよ、はい、そうやって格闘に動いてるとかっていうのを俺言っていいとかってやめろって言われましたけど、いやそういう動きかはさ、やっぱりオリンピック代表に入るような選手もそうだし、では例えば小川航基なんかでもそうだったと思うんですよ、うん、あ、そうですね、そういうのを取り入ってる的な噂流そうよって言ったんですけど、うん、まあ、みんなやっぱ海外行ってね、まあ、どっかしら行きたいっていうのはあると思うんで、そうですね、もしこれが浦和レッズがもっと上昇でずっとリーグ上だったり、うん、したらもしかしたらこう海外行けなかったらレッズな、うん、国内ならレッズ、そうだ、そこがやっぱり今難しいみたいですね、うん、浦和でやりたいって思っても、でもじゃあ海外には将来的に行きたい、うん、じゃあ、契約したらオファー来ればちょっと移籍金も休めに行かせてくださいとか、なんなら契約期間短くして行かせてくださいっていうような契約をしないと来てくれないんだって今。もう代理人の方がどちらかというと立場が上なんで、選手を持ってるクラブよりも、うん、だそこら辺はちょっと難しさがやっぱりあるみたいですね。やっぱあの伊藤敦樹選手が、はい、あの出ちゃ裏が出たっていうのも、うん、やっぱそういう条約、うん、まあ、契約に、まあ、多分あったと思うし、であいつ、まあ、敦樹からすればまあ、浦和にしっかりと移籍金を落としていくっていう、残していくってことも考えてのことだと思うんで、まあ、いくらかどうかは知らないですけど、はい、でもやっぱそうやって、ね、クラブで育った人間が移籍金を、ね、残していくっていうのは、まあ、自然な流れではあるので、そこはもうクラブとしては止めることはできないし、ね、だってパリサンジェルマンだって止められないんだから。そうですよ、そうですよ、本当ですよ、お金払われちゃって本人が行きたいってなったら、うん、1年間じゃあもう行かせねえよって言っても結局使うんだから、うん、そう、もう使うんですからね、買い殺しにならずに、やっぱそこら辺はもう選手の方が当然立場が上になってしまったりってところはあるのかな、まあ、ちょっと話はずれますけど、やっぱそうするともう海外移籍しそうな若手選手は取りづらくなるんですかね。うん、今もうね高校卒業してすぐも代理人とかついてるらしいんですよ。あ、だから J のクラブに行かずにもうそのまま海外のだんだんちょっとユースみたいなところに入ったりとか B チームに行ったりとかっていう、 J 三陸になってあのもうそのまま行っちゃってユースたちの、別にその移籍金契約金っていうのは特にあるわけじゃないから、うん、もしかしたらその高校なりクラブなりにはちょっとお金は入るのかもしれないんですけど、うん、でもあのやっぱり本人が行きたいって言って、で今行けちゃうじゃないですか、行けちゃう、練習しにも、うん、でそれで行って評価もらえれば別にそのまま行かせられるわけだし、でも報道で出てる数より多分練習参加はしてますよね、言ってると思いますよ。だ高校生の場合はやっぱその高校サッカーの選手権がこの時期まであるんで、うん、なかなか行きづらいんですけど、うん、でも松木玖生とかコロナ禍でも行ったらしいですよ。ああ軽く、あ、うん、そうですか、まあ、その当然規制が取れてからですけど練習行って、で間違いなく向こうでやるんだろうなと思って帰ってきて黒田さん、黒田監督と話したらまさかの FC 東京だって言って、うん、ああちょっとびっくりしたって言ってましたね。本人は絶対向こう行くと思ったんだけど、多分ビビったんだろうなって言ってましたね。ちょっと向こう行ってやっぱやってみて、まあ、高校卒業、まあ、高校生なわけじゃないですか、うんうん、やっ
ぱりじゃあちょっと日本でやってっていうような思いが多分出たんじゃないなんですね、うん、まあ実際ねそれで3年ぐらいこっちでやって移籍しましたけど、ね、うん、まあだからそういう形で若手の選手、まあ柏レイソルも件出ましたけど、うん、まあそういうフォワードとか欲しいなっていうところの中で、まあちょっとヘグモ監督が解任された時、はい、9勝8分け9敗、うん、5分ですね、5割、うん、で13位、はいはい、失点が多くてね、失点が、まあ、今なんですけど45得点43失点、うん、ほぼこう同じぐらいで失点がかなり多い、うん、先シーズンはとは十何点じゃなかったっけ、はい、もう一気に、ね、はいはい、でそういうところでこう水内さんからしたらヘグモ監督はどうこの5部の成績を見ました。ヘグモさんはもうキャンプの頃から言ってましたけど、春先から1点取られても2点取ろうよ、うん、2点取られても3点取ろうっていう考え方の方なん でより攻撃的にっていうところで、そこでサイドはウイングをしっかり置いて、で、まあ、ウイングっつっても昔のこう外からのウイングじゃなくて、やっぱり逆足の右には左利きの選手、うん、左には右利きの選手、まあ、カットインして入っていくみたいな。であとはソルバッケンっていうね、ノルウェー代表の、そうですね、何者にがいたっていうのもあるし、まあ、ほとんど出なかったけど、最後だけちょっとだけ株上げて、やっぱすごかったじゃないですか、あの一瞬でも。スケールがでかいなって、彼が持つと。そうなんですよ、まあ、体が大きいだけじゃなくて、やっぱスピードもあって、うん、はい、やっぱ、あ、ちょっとこれやっぱり違うなって、違うなって思いました。選手たちも練習やってて、あれはすごいよって言ってましたからね。あ、そうなんですか、うん、ね、アウトサイド側からすると、何、本当に、ただ何しに来たのとか、はいはいはい、本当にやる気あんのとかいう声も上がる中、うん、まあ、彼がボール持った瞬間、これ、ちげぞって、そう、あれを見に行こうって気になるじゃないですか。なりましたね。はい、だまあちょっとね、その最初の怪我とか、うん、いろんなこともあって、まあ、靴ずれしたとか、うん、ね、それが可能したとか、うん、ちょっと怪しいところが何個もありましたけど、そうそうそう、でもまあ、もうその6月いっぱいで帰るっていう前提でやってたんで、でも、どっかでやっぱ彼が復帰してきて、やっぱりいいな。うん、ちょっとレッツちゃんと交渉してなんとかとどめることできないのかなって思った人は多分たくさんいたと思うんですね。で本人もそこまでね、ローマに帰りたいって言ってたわけじゃないっぽいし、でローマに行っても出れないかもしれないみたいな。だけど、まあ、これも西野さんから聞いたんですけど、高いと、まあ、買い取れるレベルじゃないって言ってました。あ、まあ、そうですよね、ビッグクラブですもんね、うん、そうですね、やっぱり日本って物価が安いんですね。安い、そうそうそう、だから、まあ、円が弱すぎる、弱すぎる、うん経済の言葉になっちゃいますね。じゃあ、だイタリアのチーム、まあ、当然ねローマってビッグクラブだからかもしれないですけど、にしてもで、まあ、この30年やっぱり停滞してるんですね、日本はね。もう少しね、バブルじゃないですけど、 そんなの簡単にポンと買い取れるぐらいじゃないと、そうですね、いい選手が、なかなか、うん、まあ、サウジアラビアリーグと肩を並べる必要はないかもしれないけど、でもやっぱり、まあ、向こうの中堅の選手でもそうだけど、まあ、2億円ぐらいの選手が雇えるようなクラブじゃないと、ちょっとね、ちょっとなかなかそこは難しいですよね。そうですね、うん、まあ、そういう形で、まあ、攻撃的なサッカーをしたヘグモ監督なんですけども、最後の方はさっき水井さんも言ってましたけど、良くなってたと、攻撃的で、うん、選手たち、まあ、松尾が戻ってきたとかもあるんですけど、やっぱりその選手たちがやっぱりこう前に行くっていうところは見れたし、サイドバックがこう上がっていく、ウイングがキープするっていう、やっぱりなんかこう攻撃的なことをやっとけば、やっぱ攻撃的なチームになるんですよ、うん、当然。だけど、まあ、先に失点してしまうと、まあ、さらに2点取らなきゃいけない、2点取られたら3点取らなきゃいけないっていうところで後手後手を踏んでしまって、でもじゃあ守れた方がいいよねっていうところも判断として、まあ、監督交代っていうところに至ったとは思うんですけどね。まあ、いた仕方ないっていう感じですかね、水さんからしても。もったいない、それともまあまあしょうがないだろう、難しいな、まあ、もうちょっと見てもいいんじゃないかなと思ったけど、でもこのままいったら本当に残留争いするかもしれないとか、うん、あとはまあ、来年のクラブワールドカップ、そこに間に合わないっていうところ、まあ、一応そこに向けてチームを作っていこう、来年の春6月ぐらいですか、そこに向けてチームを作っていこうっていうところだったのが、なかなかやっぱ守備がうまくいかない、で選手も辞めていってしまうっていうところですよね。そこがやっぱ一番大きかったのと、あとはその今選手が辞めていっちゃったってなるんですけど、契約的な問題だけじゃなくて、やっぱりその、まあ、ヘグモさんと、じゃ例えばシェーン氏なのかっていうところも含めて、うん、
まあ、そのクラブのマネジメントっていうところで、じゃあ酒井宏樹はなんで出てちゃったんだよとか、そうです ね今思い返せばショルツがなんで出ちゃったんだよっていうところ で、はい、でショルツなんかやっぱり日本でずっとやりたいって言ったぐらい日本が好きでいたんですけど、でも別に試合にも出てるし、でもそれが移籍してしまうっていう状況で、それはまあどういうところにあるのか僕もよく分かんなかったんですけど、まあでもちょっと聞いたらやっぱりこう監督というよりはコーチとね、あまりこうコミュニケーションがうまく取れてなかった、うんうん、で去年のスコルジャーさんの時の方がやっぱ彼らも気持ちよくやれてたっていうところも含めて、で選手で酒井なんかもこう石原が出始めたんで、まあ、酒井怪我もあったんですけど、うん、石原がこう疲れるようになったっていうのもあって、やっぱり選手としては海外というか試合に出てなんぼなんで、うん、であとはもうやっぱ海外志向もやっぱりまだまだ酒井はあるありますね、あってね、え、ニュージーランドなんですかって感じなんだけど、でもなんかこうやっぱ新しい土地に行ってっていうところはもう彼なんか若い時からやっぱ海外でやってる選手だから、いろんなとこ見てみたいっていうところはあるのかなっていうね。まあよく考えれば非常事態ですよね、キャプテンが2人いなくなる、はい、ディフェンスの要がいなくなるっていうのは、敦樹とそう3人ですね、あとまあ岩尾、あ、岩尾さんね、うん、その4人、ね、センターバックもそうだし、まあ、センターバックのショルツ、右サイドバックの酒井宏樹でボランチ2人、これがいなくなるってやっぱりでかいですね。でかいですね。で今の2列の良くないところですけど、やっぱりボランチなんですよ、大事なところって。センターバックはみんな頑張ってるんですけど、やっぱボランチのところで安井だけじゃなって、原口が今やってますけど原口じゃないでしょっていうところもあって、うん、でグスタフソンがやっぱこう出てきて、この前の試合なんかもやっぱ良かったし、うん、ボランチですよ。そうですね、うん、まあ今ね、ヘグモ監督のそういう話も出たんですけども、まあ、抜けた選手も多くて、うん、まあ致し方ない、しょうがない中、スコルジャ監督に戻ってきて、そうですね、で就任してからの成績が最初1勝して、はい、ガンバに勝って、はい、ガンバに勝ってよかったって感じでしたけどね、本当あーガンバに勝ったかの中の4連敗、うん、からの柏戦で、うん、やっぱスコルジャ監督からしたらこの戦力抜けた中、今の選手でこうやりくりするというのはどうなんですか、やっぱ大変、うん、旗から見ると、いや去年やってた監督なんだから、うん、まあ、立て直せるでしょっていうのも、うん、ちょっと分かってるし、見方としてもあるんだけど、でもやっぱ半分は言い過ぎだけど3分の1メンバーが違うし、で、まあ、その重要な選手たちが抜けてる部分もあるし、で一応スタイルとしてはやっぱり守備的にっていうところで、選手たちが言うにはやっぱり分かりやすいのは、フォワードの選手も中盤の選手もここまではまず戻れと、戻ってからここからディフェンスしようっていうところの、まあ、そこがはっきりしてるんで分かりやすい、うん、なので、まあ、守れるっていう部分では、まあ、守りやすかったのかもしれないし、でガンバ戦なんかも、まあ、なんとか勝ちましたけど、まあ、やっぱ守備的だな、なるほどなっていう感じだったんですけど、でもそこから次っていうのはやっぱり守備的にやって、前半ゼロっていうのがマストなんですよね、うん、あの監督の中では、はい、でもそれが前半で失点してしまう、オウンゴールがあったり、あとは、まあ、セットプレーですね、コーナーキックからやられてしまうっていうところは、ちょっと多いですよね、うん、もうそれしかないから、そこは一番気をつけてるのにやられてしまってる、あと時間帯も前半の15分に20分で取られちゃうっていうところで、プランが全部崩れてしまうっていうところですよね。そういう中、スコルジャ監督の場合は前半と後半最後の15分15分で失点が、うんうんうん、多いっていうデータが出てるんですけども、ここって監督のあれですかね、なんか変えられるもののような気はしないんですけど、僕はそこはもう選手の問題ですよね。ですよね。だって監督は絶対言ってますもん、はい、うん、前半15分前半10分集中しようと、で、まあ、そこでやっぱ声掛けするメンバーだったりとか、ね、まあ、キーパーは言うかもしれないですけど、みんなこう言い合ってやってますけど、うん、あとは難しくなっちゃうかもしれないけど、ゾーンディフェンスでコーナーキック守るんですね、うん、そうですね、こう、まあ、持ち場が決まっていて、はい、そこにボールが来れば当然クリアできるんだけど、でも攻撃側の選手っていうのはその間に入ってくるわけですよね。でそこにピンポイントのボールが来ちゃったらもうどうしようもないっていう守り方なんですよ。でこの前からそいつらにはゾーンでつく、マンツーマンか、マンツーマンでつくっていうやり方をして、うん、そのマンツーマンつくのは意外に小さい選手たちばっかなんですよ。なんかあれありましたよね、ミスマッチも起きてたような。そう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 、うん、だそこはもうしょうがないんですけどね、大きな選手がやっぱり立ち位置に立つんで、そこをやっぱり一番警戒してるから。であとは去年と比べて身長が低くなってるんですよ。やっぱり酒井と
ショルツがいなくなって、まあ、アツキもそうなんですけど、うん、そこがいなくなってるんですよ。でやっぱアツキと酒井宏樹と石原比べるとやっぱ酒井は全然でかいし、ヘディング強い。でショルツのところには、まあ、今井上力と入ってるけど、うん、やっぱりショルツの方が強い、うん、でボランチの部分で敦貴がいて、でそこには、まあ、原口だったり安井だったりっていう感じじゃないですか。グスタフソンもいるけど、グスタフソンってヘディング弱いんだって。弱いらしいですね。そうそうそう、でかいのに、うん、でそう考えるとやっぱり弱いんですよ。確かに今こうメンバーが柏戦のを見てるんですけど、うん、チアゴサンタナがいるとチアゴサンタナが前にストーンという形で、ね、入るんですけど、でも何試合か前に神戸戦かな、チアゴサンタナの裏のところ横からかでニアにからポーンと決められてるんですけど、であれを一番警戒しなきゃいけないんだけど、うん、でまあ、そういうところの守り方っていうのが良くない。で去年はでもそれでも多分コーナーキックセットプレーから失点って1か2なんですよね。あ、まあ、失点自体も少なかったし、そうだから、そう考えるとじゃあ何なんだって言ったら、うん、選手の、まあ、立ち位置の問題もそうだけど、高さとか強さとかっていうところにはなってくるのかもしれないですけどね、まあ、相手も当然研究してくるので、まあ、そうですよね。まあ、そういう中でちょっと負けが進んだのが柏戦でなんとか勝って、はい、でやっぱ守備をこう立て直す練習とかもしているでしょうし、うん、はい、代表ウィークで休みの間はビルドアップの練習をしてたという話が出てるんですけども、そこからのベルディ戦でしたっけ。そうです、そうです、ね、うん、自分もちょっとレッズの試合見てるとビルドアップにちょっと苦労してるなと、はいはい、特に前からハイプレス来るチームには、うん、こうどうしてどうこうどうつないでいきたいっていう絵面よりも個がなんとか打開してくれてるような、うん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 、戦術よりも個でやってるのを思うんですけども、水さんから見てどうですか、ビルドアップとか運び方、回し、まあ、やっぱまずキーパーからどうするかっていうところですよね、うん、そうですね。でビルドアップを大事にしてるところっていうのはゴールキックをポンと蹴らないっていうところじゃないですか。だけど、まあ、やっぱり蹴ることが多くなってるし、うん、であとはねグラウンドの状態とかもあったりもするんですよね、うん、セレッソかなあんまり良くなくて、で あとはセンターバックもそうなんですけど、基本センターバックがつなぐ、キーパーと合わせてセンターバックがつなぐ、あとサイドバックなんですよ。サイドバックの位置が低すぎてもダメなんですよ、うん、で高いところで行けばいいんだけど、でそこでボランチが降りてきてそこで何人かでこうやればいいんだけど、こうサイドバックの選手が中途半端なんですよ、位置が。位置が、うん、でもらってもすぐ下げちゃったりするし、もらって前向くわけでもないし、でサイドでの右サイドバックと右ウイングの2人のコンビネーションとかもほとんどなく、うん、このサイドの右ウイングも左ウイングも含めたこのサイドの選手たちって一番ボール持てるんですよ。で角度も見れるし、うん、でそこにうまくボールが入っていけばいいんだけど、そこに入らないですよね。でそいつらがじゃあいい形でボール持てばそこは勝負なんだけど、いい形でなかなか持たせてもらえないっていうと、でそうなってくるとやっぱり問題なのはボランチの選手なんですね、うん、ディフェンスセンターバックかボランチからやっぱり縦パスがこう入っていくかいかないかなんですけど、それがほとんど入っていかないん でグスタフソンが入ってきてそれがやっぱ入るようになっていく。そうするとやっぱ見た目も変わるし、うん、みんなの景色も変わってくるんで、それがなんかこう明らかにグスタフソンで入って変わったなっていう。で原口が、まあ、ダメなわけじゃないんだけど、原口が縦パス出すかさやっぱ出さないんですよ、うん、だってもう原口お前ドリブルでいけよってぐらい、うん、でも彼自身もあそこをやりたいわけじゃないんだけど、そうですね、でも精一杯やってくれてるんだけど、まあ、そこにメンバーがいなかったっていう。でグスタフソンがちょっと怪我から戻ってきたのもあったんで、まあちょっと今後はそこがグスタフソンが、まあ、コンスタントに出れるんであれば、まあ、ありなのかなとは思いますけどね。まあ、柏戦良かったですね。そうですね、そういう意味ではボールが回って散らすこともあって、うん、当てることもできてて、はい、まあ、あれが多分できるとボールの回る回数も増えますしね。 だそのメンバーが入るだけで変わるんですよね、うん、でそれだけボランチってとても大事 で、まあそうですね、じゃイニエスタが神戸来て彼が入ったことで、まあ、ポジションサッカーになるわけじゃないですか、うん、だってイニエスタ取られないんですもんみたいな、うん、そういうことなんですよね。そうですね、うん、まあちょっとこの話を深掘りしながら、あとはいろんな今日は水井さんに僕からの質問を、はい、ちょっと他のメディアとかが質問しそうにないことをちょっと突っ込んでいこうかと、はい、いいですね、メモって手書きでちゃんとやってきました本当にすごいですね。でも一回ここでハーフタイムで曲紹介に行きたいと思います、はい、歌が入るんですね。はい、歌が入ります。わかりました、はい、歌はですね今日紹介するのは奇跡の星。おお懐かしい、はい
水内武さんでどうぞ。熱い鼓動で涙が止まらない。似てる似てる。ママロス極端にね。何これ、一人モノマネ、一人モノマネやってます。さすがですよ、子供には受けませんよ、知らないから、うん、知らないですよね。でもすいません、水内さんちゃんと流してもらって、ちゃんと流すつもりなんで。じゃあそれではすいません、聞いてください。奇跡の星、桑田佳祐&ミスターチルドレンです。エビテツのゴーゴーフットボール。はい、聞いてもらいましたのは本物、奇跡の星、本物です。いや、僕が歌ったわけじゃないですよね。最初でも分かんないぐらい似てました。いやいや、この後で聞いてみたいです本当に。いやいや、似てないです。後で聞いたら全然似てないよ。似てないです。桑田佳祐、ミスターチルドレンの奇跡の星でした。いいですね。まあ今曲の間でも少し水内さんといろいろ話したんですけども、はい、まあ浦和レッズかなりこうメンバーから言うとかなり若返ってて、うん、でボランチのところでも水内さんがやっぱり安井選手とグスタフソン選手、うん、この2人に代わって、まあ、原口選手入ってくる、はい、他にいないですよね。こうだからまあそこいなくなっちゃったからね。ですよね、うん、岩尾と、まあ、敦貴が2人いなくなった時点でまず人数がいない人がいなくなったけど、あとは、まあ、若い堀内とかいるけど、まあ、そこじゃまだないのかなっていうところと、いないね。そのベンチメンバーもちょっとあの柏戦ですと関根選手、中島翔也選手、原口選手、うん、長沼選手、チアゴサンタナ選手、はいはい、ほぼサイドか前ですね。あれですね、渡辺龍馬を下げたりボランチに、うん、そうです関わってますね、うん、でまあ、あとは使うとしたら小泉だったりするかもしれないんですけど、うん、で渡辺龍馬はやっぱり前に置いておきたいのは多分監督の気持ちとしてはあると思うんですよ。でそうするとやっぱ原口が、まあ、そこができる選手ではあるので原口がそこにはまっていくっていうところだと思うんですけど、でもボランチのところやっぱそのサッカーの本当心臓になる部分のところにまあ、メンバーがいないっていうところですね。人数がいないか、人数いないですね、うん、やる人がいないっていうところもそうなんですけど、うん、まあ、そこがやっぱ一番重要なところであるんだけど、うん、なんかまあ安井の良さもなんかちょっと最近出てないし、うん、やっぱ彼の良さって強さだったりボールを奪った時に前に出ていく力だったりっていうのがあったんだけど、なかなかやっぱりあれだけ引いてるんで、あの前に行くパワーが一試合に何回出せるかっていう感じなんですよね。うん、そこはちょっと難しいかな。だからグスタフソン入るとボールが動くんで少しこうチームがちょっと前に行きやすいっていうところは出てくると思うんですけど、まあ、その辺でやっぱりこう今選手見ても充実はしてないですよね。フォワードもどうでしょうか。そうですね、まあ、怪我人はもうほぼほぼ治ってきてるんですよ。それでもで、うん、まあ、チアゴ・サンタナかリンセンをどっちか使うかっていうところから始まっていくと思うんですけど、まあ、でもこれ前からを守備をしたい、ちょっと引いて前から守備したいっていう考えで、まあ、後から多分チアゴ・サンタナを出した方がカウンターとか、ね、高さっていう部分が活かせるのでリンセンと交代させることがあると思うんですけど、でもまあ2人で使うこともありますけどね。でもねチアゴ・サンタナはやっぱり横から入ってくるボール、まあ、リンセンもそうなんですけど得意なんで、あのウイングの選手たちを利き足じゃない方にするのもありですけどね。例えば左利きの選手を大久保を左に持ってって左足でクロスを上げる、アーリーだったり、うん、全部切り返して蹴って、うん、切り返して蹴ったからサイドバックの選手も早めに上げてもいいと思うし、そういうのがなんかこうもうないないなーっていう感じ。ちょっともう大事に行きすぎる、どっちつかずのボール出そうっていうのがあんまりない、うん、そういうボールが来た方がチアゴさんとかは多分生きる。そうですね、はい、あのやっぱエスパルスで活躍したような、うん、チアゴサンタナのような得点シーンはレッツじゃあんまりないじゃないですか。ないですね、うん、もう少しワンタッチゴールがそうですね得意だったり、うん、このやっぱりマテウス・サビオ取った方がいいね。それもマテウス・サビオがいたら多分チアゴサンタナ15点ぐらい取りますよ本当彼やっぱカットインもそうし中にやっぱ、はい、柏は結構クロスが多いじゃないですか。そうですね、あれのやり方でやるんだったら右利きでもいいんですよ、うんうん、右から左から入ってくる、はい、でもその後ろにねあの左サイドバックの左利きの選手がいるわけだから彼はこう左から上がってきて左足でそのままクロスを上げるんで、
まあ、スムーズですよね、そういう意味では中で合わせる選手たちがすると。どうなんでしょう、ね、またブラジル系に戻した方がちょっと勢いづくようなブラジルの人たちが当然悪いわけじゃないんですけど、基本的にレッズがブラジル人選手で多かったっていうのは、ね、代理人がこうブラジル経由でやってる選手たち、多分日本で活躍したブラジル人、なんだあそこの新潟とかで活躍した選手を取るっていうのが、はいはい、なんかレッズはそこにお金をかける分にはいいっていう感じで取ってきてたじゃないですか、うん、ラファエル・シルバーとかもそうですけど、そうですね、はい、でもそのやり方は今の体制になってちょっと改めようってことになったんですよね、はいはい、なんでかって言ったらお金がかかるんですよ、ブラジル人でも、はい、で来ても移籍大金で移籍してっちゃったりとかもするし、はい、まあ、移籍が入るにしてもね、はい、でそれに対してじゃあ、北欧の方に今持ってった時にユンカーが当たったし、うん、でユンカーとかも実際見てないんだけどどんな選手か分からないじゃないですか、うん、でその時にデンマーク人じゃないですか、でレッツに昔デンマーク人コーチがいたんですよ、はい、オーベ・フリントさんっていう、はい、で僕らがいた時のオジェクさんの時のコーチなんですけど、でその人が今ドイツでメヘングラのバッカとか、はい、マスカウトとかやってる方で、結構まあレッツに来た外国人選手たちもいろんなことやってるんですよ、代理人がいたりとか。あ、なるほど。でそういうところも間口を広げていろいろ話を聞いて、じゃあこの選手どうだって言われて、大体そのフリントさんに聞いてるって言ってました、西野さんは。あ、そうなんですね、うん、したらユンカーは波あるぞと、うん、だけどフォワードだから日本にも合うんじゃないかな、でもショルツとホイブラーテンに関しては絶対取れって言ってたみたいです。あ、でもすごくハートもいいし、うん、技術もあるし日本のサッカーに絶対合うと思うよっていうアドバイスももらってたらしいんですよね。でそういうのっていうのはやっぱり元選手だったからいろんなそのつながりがあってっていうところで、なるほどなるほど。で堀之内なんかもそうやっていろんな向こうのもともといる仲間たちも含めていろんな話を聞きながら、まあ、当然ヘグモさんに会ったり、ね、はい、あのスコージャさんとも話して直接会ったりっていうところですよね。まあ、そういうのあってじゃあこうちょっと北欧系に選手がなってきたっていう経緯があるんですね、うん、そうですみたいですね、まあ、決して安くはないみたいですけどね、言ってもですよ、ね、やっぱり逆に言うと新潟もなんでそれ、ね、別にすごくお金があるようなクラブとも思えないし、はいはい、だ新潟、柏、フロンターレぐらいはもう すごいいいんですよ、昔からいいブラジル人いますよね。そうだから僕はルッツの前の GM にそんだけアルビレックス新潟から選手取るんだったら新潟のブラジルのスカウトの人スカウトしたらいいじゃないですかつって、うん、そんなことできるわけねえじゃんって言うんですけど、いやいやそういうことでしょ、そういうこと俺その人に1億円払ってもいいと思いますよつって。ですよね、うん、だってそこの敏腕な多分ね持ってくる、まあ、当然、まあ、外れがあるから失礼だけど、はい、ね、あまり活躍できなかった選手もいるかもしれないけど、はい、でも、まあ、ある程度安く取ってきて育てていけばいいわけで、でもその育てる労力が裏にはないっていうか、うんうん、即戦力が欲しいっていう考え方だったから、はい、まあ、それはそれでいいんですけど、はい、いや自分も今水井さんがおっしゃった通りそういうところのクラブでこう敏腕な人を持ってきた方が、うん、面白いですよね。面白いですね。だって必ず確かに柏はいいですよ毎回いい、うん、まあ新潟もいい、うん、フロンターレもいい、フロンターレも必ず大体左サイドのサイドにいい選手、うん、そうなんですよ。そうですよね、うん、いやそういうのもあってまあちょっと今の選手だとやっぱりちょっと枚数が足りないと、まあそこはねやっぱりこんだけ移籍しちゃうっていうのは頭になかったと思うんで、ないですね、フロントもだからそこは来シーズンに向けてかなり補強のポイントになってくるんじゃないですかね。これ堀之内さんが結構やっぱり、ほぼ責任を持って やってる。そうですね、まあ、堀之内とあと戸上さんっていう、まあ、もうちょっと上の上司もいるんですけど、うん、あとはまあ他のメンバーで当然話し合って、うん、大変だと思いますよ。この仕事って、はい、もう今シーズンがこういう風の中なのにもう来シーズンのことも、いやもちろんもちろんもちろんです。こう監督もそう、監督も含めて、うん、だって監督このままやるのって俺は思っちゃいますけどね。そうですね、うん、だすごくこう 今のところだとそんなにこう変わってないし、うん、でももうちょっと監督のリクエストを聞けてお金出して外国人も含めて補強ができれば勝てるっていうふうに思うんだったらそれはそれであるかもしれない。だったらショルツを買い戻すとか、うん、
よかったよ、やっぱ今思うとショルツ。それぐらいやってもいいかもしれないし、でもじゃあショルツの年齢考えると、いやじゃあ今からショルツをじゃあ3年契約で取るのわけにいかないよねっていうのは現実的なことだし、はい、でもクラブワールドカップで戦わなきゃいけないから、はい、だってボコボコにされますよ。ですよね、うん、クラブワールドカップの戦い方を俺はしてるんだなって今思ってます、聞いてると。なるほどいや残留そ、あ、そうか、そういうわけじゃないか、目の前、うん、でもこうなるとどうですか、回り回ってミシャ監督っていうのは、うん、あ、まあ他にはね、から札幌もう今年で終わりますからね、みたいもうそういう話が出てますもんね、うん、でもどっかのチームも多分声かけるみたいなことで言ってますし、はい、でこの前ですね、レッツの大原の練習場で、はい、15人ぐらいの人たちを集めたトークショーがあったんですよ。トークショー誰ですか、はい、その人たちはね、ユニフォームを買あのシーズンチケットプラスユニフォームを買った人が抽選で当たるって、はい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 、で15人15人が30組ぐらい、はい、で大原でやって、はい、で興梠慎三と前田直樹、おい、あと本間と新田っていうコンビでやって、はい、でまあこう2つ回るんですけど、はい、で慎三が僕のとこ来た時にこういろいろ話してて、でまあ彼も監督をやりたいと、お、うん、いつか監督やりたいんだと、おすごい、でも来年、まあ、辞めた後にすぐそのユースとかもやるよりはちょっとこうチームで勉強させてほしいと、うん、その現場の勉強じゃなくてなんか営業の仕事だったりチーム の, そのフロントでフロントがどういうことをしてるのかっていうのを見たいっていう要望出してるけど、まあ、どうなるかわからないって話だけど、はい、で来年クラブワールドカップも行くつもりですと、はい、ニュースさんも行きましょうよって誘われましたけど、はい、僕は考えますって言ったんですけどでもなんかそういうのの話した時に、じゃあそもそもじゃあ監督やるんだったらどんな監督像なので、誰がやっぱいいのか今まで監督でって言ったら、歴長いですからね、そうもう即答でミシャですね。ミシャ、ミシャです。鹿島でもいろいろ入れましたよ、うん、でもミシャです。ミシャがいいと思う。ミシャでもうそのサポーターの方たちに、はい、じゃあちょっと僕から質問していいですか、はい、ってコールキがで、今の時期こそ僕はミシャがいいと思うんです、今のレッツにはミシャがすごい合うと思うんです、立て直してくれると思うんですよねって言って、ミシャが、まあ、ミシャのサッカーでまだレッツで見たいという人って言ったら15人中2人だけでした人気ねえな人気ねえって、それはもうこの何年かの札幌での成績も含めた評価になっちゃってんじゃないのって、レッツの時の評価じゃなくてさって言ったら、まあ、そうなんですよ、だって札幌とかもうあんなメンバーでやってんだけど、あんなメンバーって言うなとか言いながら、うん、確かにあのメンバーでやりくりするっていうところも含めたところなんだけど、確かに俺もそれは面白いなとは思うんだけど、でもそこはまた大きなリスクマネジメントなわけじゃないですか、うん、ね、さっき、ね、一周回ってじゃないですけど何週間回ってじゃないけど、はい、でもある程度のサッカーは残すんじゃないかなっていうのもあるし、うん、別にミシャのサッカーが古いとは別に思わないし、ミシャもちょっとずつちょっとずつアップデートをしている中でやっぱり攻撃的、うん、見てる人が楽しむようにっていうところの原点を忘れてないので、まずエンターテインメントとしてサッカーを考えたときに、まあ、どうなのかな、でミシャじゃ勝てないってずっと言うじゃないですか、まあ、いやもっと勝ってないタイトルが取れない、もっと勝ってないじゃないですかと俺言うんだけど、うんうん、別にミシャがどうこうじゃないにしても、はい、ミシャじゃ勝てないからつって、いやいやそこ勝てそうなとこまで行ってるのはミシャじゃないんですかつって、うん、その時のメンバーもそうだし、うん、いやそこはね、まあ、今そのメンバーじゃないよね、うん、っていう、今そこのレベルに行ってないよねっていうことをじゃあ考えていきましょうみたいななんか僕は結構ミシャって言われると すんなり入ってくるような、はい、感じはしますけどね、うん、これえ水さんの出た大予想ですか。いや多分ないと思いますそこには戻らないのか、まあでも守備的なサッカーの方が分かりやすいんじゃないですかね、浦和は。そうなんですか、うん、だって守備的な時の方が強いんだから。そうなんですよね、うん、その方が成績残してるんですよね。そうですね、でもやっぱ違う。そうなんですかね、これ誰が三菱重工ですよ、だって国を守るような会社ですよ。そうですね、日本代表する企業ですから。で、ね、前の土田さんはゴールキーパーですよ、はい、西野さんもディフェンダーですよ、うん、堀之内もディフェンダーですよ、その戸狩さんもディフェンダーなんですよ、はい、でこれも去年おととし来た社長もディフェンダーなんですよ、はい、ディフェンスでいいじゃないか。いや、ちょっと待ってくださいよやっぱサポーターは多分攻撃的なサッカー、魅力的なあるサッカーを期待してるんですけどね、うん、一番難しいところですけどね、それもね。レッツってでもああいう熱いサポーターがいて、うん、
なんかユニフォームの色とか、まあ、そんな感じからすると攻撃的なクラブじゃないんですかね。攻撃的な気持ちはあるよ。ありますよね。ありますあります。でもやっぱ勝てない時っていうのは守備的になっちゃうしね。なっちゃうんですよね。だそこはもうだからチームとしてどう考えるかですよ。もっと大きい枠で。そうだ、本当バルセロナじゃないけど、もうああいうモデルがあって、でもバルセロナサッカーを否定する人もたくさんいるかもしれないけど、うん、でもなんかこうジュニアユース、ユースって上がっていく選手たちがトップチームでうまくはまっていくような、もともとはね、アヤックスのサッカーですけど、そういうなんか同じシステムでやっていってっていうところがはまるのが一番いいとは思うんですけど ね、 そ, うですね。それがどういうサッカーかっていうところをちゃんとこうやれる人がいなきゃいけないんだけど、でも勝てないと責任持ってやめますとかってなって、またそこでブレてっちゃう、うん、ね、じゃあ次の人はどういうことを考えるのかっていうところになってきちゃうんで、まだまだ時間かかりますね。でも例えばサポーターとかも、もう1年1年どうなっていくの、どうなっていくの今後っていう気持ちはあると思うんですよね。うん、だどんなサッカーが好きかとかじゃないんですよね、多分裏の方たちって、うん、裏のユニフォームを着て戦ってる人たちを応援したいっていう気持ちがあるから、もう戦術うんぬんじゃなくて、まず戦えよっていうところで、まあ、手抜くなよとかってもそうだけど、その中でやっぱり勝つか勝たないかってなったらしっかり勝ってくれっていうところだと思うんですけどね。内容だけ求めてたらやっぱり降格しちゃうし、ね、難しいね。いや難しいと思います、今回だから原口元気選手が帰ってきたっていうのはすごく起爆剤になるかなっていう思いはあったんですけど、やっぱああいう知ってて気持ちが強い、そうですね、もう少し違った場所で、まあ、そう、まあ、やっぱ左の得意なところで、うん、もう一回見てみたいですよね。そうですよね、うん、でまあ、昔みたいなそのドリブルでドワーっていくことがないにしても、やっぱ原口のうまさってボールを取らないところだと思うん で、 でそれがボランチの位置じゃなくて高い位置でボールを持てば周りが上がる、ね、時間ができるんで、だまあベタぶき、ベタじ、引きすぎないグスタフソンがいるときだったらちょっと前目でもいいと思うんですよね。まあ、それでも使うかどうかっていうのは監督の判断なんで。そうですね、うん、で原口はちょっとこの前文句言ってましたけど、なんで抑えるか分かんないみたいな、そこは変わってねえなって。変わってない、うん、でもそれぐらいじゃないとやっぱ、まあまあそうですね。じゃあもう先ほど最初の方に伝えましたけど、あと 4.5 試合、うん、まあもう、まあ、広島もいるんですよね、多分優勝かけた大一番ぐらいな時期に。でね、まあ、残留争いしてるチームも、ね、福岡だったり、福岡だったり新潟だったりもありますから、はい、そうなんですよね、まあ、次のマリノス戦、マリノスは今かなり疲れてますよ。疲れてます ね、 ね、まあ、ACL も戦ってるし、しかも勝ってない疲れだから、そうチャンス、どっと疲れてるんじゃないですかね。本当すチャンスです。広島、川崎、ヤンマテウスがどうですか。ヤンマテウスいい ね、 ね、あとロペス、うん、あの二人はね、だまあなんでそのロペスはそろそろいなくなりそうな気がしますけど ね、 そうですね、もうちょいサウジアラビアとか中東に行きそうな匂いは出てますけど、でもやっぱあそこはマンチェスターシティというかシティグループのところからのこう、ね、外国人の流れっていうのもあるんで、そこはやっぱりいい外国人連れてきますよね。ちょっと監督ではごたごたしましたけど、 そ、 うです、ね、それがちょっと今引きずってる部分があって、あとちょっと後ろに人がやっぱりセンターバック、特にセンターバック、うん、あとは日産スタジアムの芝が悪すぎる。悪すぎんですか。悪いです。ずっと悪いですね、いやだからもう本当最後ね、このまあ残留はするでしょう。いやしても欲しいですね。そうですね、早く決めてほしいですけどね。はい、その後やっぱどういう選手、どういう体制になっていくかっていうのはやっぱり水内さんのやっぱ興味ありますか。いやまあ来年のことはもうかなり目はいってると思うんで、それはもうクラブ全体としてね、うん、まあ、そこにどうこう言うのは勝手だし、ね、まあ、いろいろ言ったこと言ってんじゃないですか。ミシャがいいとかでもやっぱちょうど空いてるよっつってちょっとなんか面白い情報とかあるんですか。なんかいやー最近特にないですね。だ試合があんまなかったからあんまり選手とも話してないんですよね。新蔵さん最後じゃないですか。そうだ、あいつはあいつの中ではもう最終戦でに調整してるって言ってましたけど、だそこがねどういう試合になるかわからないし、あの監督が出すかどうかわからないし、いや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 本人はねあれだけど、いや、やっぱり僕は、うん、やっぱ興梠慎三あっての浦和レッズっていうようなイメージがすごく強いんですよ、うん、やっぱ彼みたいなストライカーがため作って起点作って、うん、
でビルドアップ支えて、で最後得点まで取る。そうですね、彼唯一無二のような。そうだからこの前井上力斗と話して、まあ、インタビュー取った時に、はい、まあ、そんなに苦手なタイプのフォワードってあんまり今までいないんですよね、なんですよ、うん、でも今興梠慎三さんが一番苦手ですって紅白戦やって、うん、おお、まあ、やめなきゃいいのにね、なんつって。で本人はもう痛いから嫌です、やめない、痛い。そう。いえ。まあでもね、どっか出てくる可能性はなくはないんじゃないかなと思うんですけどね。あの、皆さん、一番会いたいです。興梠慎三選手に、いつか。ああ、ゴルフ好きですよ、彼は。ああ、もう上手、超上手っていうの。めっちゃうまいっつって。めっちゃうまいって、もう超有名ですよ、うん、サッカー界じゃ。あいつ、なんでもうまいらしいですよ。卓球やってもうまいんだって。天才派だ。うん、感覚がなんかあるでしょうね。そうっすね、うん、ゴルフ行きましょうよ。まあ俺がやるかやらないか、ね、痛い肩痛い。まあもう時間も残りわずかになってきたんですけども、はい、まああとでも5、6分あるんですけど、はい、やっぱルナレッツとしてやっぱり水内さんみたいのその立ち位置からすると、はい、どういう風にレッツってなってってほしいんですかね。こう、あ、まあ、常にそれは優勝争いするようなチームであってほしいし、別に人は誰でもいいって言ったら変だけど、やっぱり強いチームの方が人見に行こうかなと思うし、でもできれば、うん、やっぱりこの選手見たいなって思う選手をクラブが獲得してってほしいなと思いますね。別にあんまりやっぱ現実的なこと考えるとそんなこと考えないと思うんですけど、だ今だったらじゃあ日本でやってる選手でじゃあ誰だったら見に行くかって言った時になかなかいないじゃないですか、うん、でも例えばマリノスだったらヤン・マテウスのドリブルが面白いすごいと思うから子供たち見に行くとかもあるし、うん、アンデス・ロペス点決めるよねって思って見に行くのか、ね、マテウス・サビオ一人で行っちゃうなとか。そうですね、うん、そういうところは、まあ、あってもいいのかなと思うんですけど、そういう選手がいかにいるかっていうところが一番だと思うんで、うん、みんなもう選手知らないじゃないですか。そうですね、サッカーで入れ替わり早いんで、はい、特に早いしで勝てない時って本当早いんですよ、うん、勝ってる時っていうのは比較的メンバー変わらないじゃないですか。変わらないですね。で今は入れ替わりも激しいんで、そういう意味ではイブラヒモビッチ的なやつを取るとかね。いないです。そんないないです。まだ生きるでしょ、イブラヒモビッチ。全然できると思います。ね、でも本当そういう外国人とかね、うんうん。まあそうですね。目玉ある選手が来てくれることによって、まあ、見たくなるし、はい、そうですね。それがまた勝ちにつながると。うん、まあ時間もあれなんですけど、ぜひ、まあ、今シーズンはなんとか耐えてもらって。はい、残留です。残留。目標は残留です。このシーズン前は言いたくなかった言葉です。シーズン前は優勝でした。で来シーズンは、はい、ね、そういうチームになってもらって、うん、浦和から埼玉を盛り上げてもらいたいと本当に思います。そうですね、浦和レッズが元気じゃないとね。そうです、埼玉県が盛り上がらないこともないでしょう。ないでしょう。勝手に盛り上がるとか盛り上がりますけどね、はい、いやまた水内さん、はい、シーズン終わった後また、そうです、ね、来てもらって、はい、いいとも、 ありがとうございます。じゃあそういう形で今日は終わりにしたいと思います。はい、本日のゲストはサッカー何ですか、まあ浦和レッズ応援番組 GGR、はい、キャスターの水内武史さんでした。ありがとうございます。ギャギャフキャー。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。